ヘイちゃん、マッコイの事務所で大暴れ、誰も止められない。どうやらやめてんの。いないよ。パンパンしてる。ほんとに危ねえ。ほんとにほんとにうるさい。タカさんにじゃお願いしてくれよ。タカさんって言ってることも怒るよ、もうタカさん、こんな。なんでタカさん、なんでタカさんって言うことをタカさんが怒らないといけないんだよ。いや、タカさんって言う言葉を出してること自体。タカアキさんって言えばいいのか。知らないよ、怒らないけど。なんで山本が俺の名前言ってんだって怒られるよ。そんなんで怒られる、そんなんで怒られるの、おかしいだろ。なんで、なんでタカさんって言うだけで俺がタカさんに怒られないといけないんだよ。絶対怒られる。もういろんな人に言われるよ、ケイチョンチャンネルレギュラーおめでとうございます。そうでしょ、そんな言われてるんだから。もうそうじゃないか。ひどい。俺もボクシングジム行ってもマッコイさん、ケイチョンチャンネルレギュラーなんて見ましたほら。すごい。どうでもいいじゃないか。だからそうなってるんだから、世の中がもうそうやって認知してるんだから、お前もそうやってさ、いつまでもそういう変なガキみたいな態度取ってんじゃないよ。ガキみたいな態度って何言ってんだよ。本当にお前ら、いや本当やめろよ。何がだ。そんなこと許されねえぞ。許されねえじゃないよ。許されねえよ。女も人の会社に本当に勝手に帰ってきてさ、家の次は会社。どこまで来んだよ。俺本当に本当に許さねえ。ロケが解禁になったから会社に来たんじゃないか。この時間電気がついてるなと思って、あ、いるなと思ったから。俺いなかったらどうしてんだ。だって家の電気を見たら、家に電気が灯ってなかったから、もう会社しかないだろ。お前腐った、お前 YouTube に、なんで俺レギュラーなんだけど、お前ウィキペディアに書いてるって何回言ってんだろ。それはお前書いたんだろって言ってんだろ。書けよ。消せよ、すぐ今すぐ。消す必要ない。じゃあ消してやるよ。そんなもん俺やだよ、こんないきなりずっと来られて。なんだ、かい、おどうせあれだろ、こんなバカなものディレクターと二人で考えてるの。今度は会社突然訪問でおもろくないですかとか、汚いオフィスで考えてるだろ、お前。このこいつの会社の汚い事務所とは。ご足労ありがとう。汚ねえ会社だな、これ。だからお前の会社だ、これ。あるちゃばね、閉めて、閉めて、ちょっと閉めて。だね、会社やろ、こんなの、お前。こんなとこ呼んで、こんな会社でね、番組の枠取れるわけねえだろ。取ったんだよ、BS。 ゴキブリ、ゴキブリを見る。出ねえ、出ねえ、ゴキブリは出ない。ゴキブリは出ない、でも別に、本当汚い雑居ビルみたいな4階にあるんだけれど、全部合わせてもこれぐらいの広さだから。そんな奴らがうちの会社。なんでだよ。だいいじゃねえか、教えてやってくれよ。やだよ俺。なんで仕事のノウハウを こんな世話にもなったことで、人の会社の社員にタメ口聞いて。どうも世話になれるか。お前うるせえ、バカバカバカ。やだよ俺、こんなお前普通うちのさ社員にさ、お前何笑ってんだこの野郎って。よう、チンピラじゃんこいつ。でも笑ってますよ、こいつらつってるやつに。ノウハウをしてんの俺、会社とはあって、うん、俺バカみたいになっちゃうじゃん。この間ってお前あれだろ、竹原さんが、お前うちのところにお前電話してきて、お前竹原さんの相当お前文句言われたんだぞ。そりゃそうだよな。お前だって竹原さんに言うとき、竹原さんに言うときお前すげえ強えじゃねえか。どういう顔、そんな変わんねえよ別に。俺は尊敬してるっつってんじゃん、ボクサー竹原さん尊敬してるけど、お前のことなんかみじんも尊敬してねえって。なんだよ、やめろ、やめろ、ひっくり返したのか。やめろって。なんだよお前。静かに、ほんと静かにしろ。マジでビルとかあんだから、住人とか下は子供たちのキッズスクールだぞ。うわー、ひっくり返したい、ひっくり返したい。何だ。おい、やめろよ。ひっくり返したい。落ち着けって、ほんとにね。下またおかしいぞ、ほんとに。やめろ、PV で使うやつだぞこれ。おー
武田、もうこいつはミュージックビデオで使う衣装破いたりしてんぞ。本当に帰れ、もう帰れ。本当警察電話すんぞ、お前。うちの会社の入れ帰るな、俺警察嫌いだ。警察嫌いだじゃねえよ。